若林座は、かつて、愛知県壁海軍高岡町にあった、劇場、映画館。1933年に開館し、1959年に閉館した、名鉄三河線若林駅の東方にあった。若林座の所在地1920年代初頭には、三河鉄道が、地流駅と衣駅を結び、壁海軍高岡村の若林には、 若林駅が設置された。1933年には高岡村中根で製粉業を営んでいた中野東一が若林駅の東方に芝居小屋の若林座を開館させた。若林座は木造2階建てであり、1階は24畳、2階は12畳ほどの広さで、定員は約110から120人だった。農村部としては立派な劇場であり、歌舞伎。 芝居、浪曲、映画などの興行を行った。上演日には、若林地区の住民は、もちろん、上里村、高岡村だけ、高岡村包み、高岡村吉原の各集落から自転車で詰め寄せたという。近辺では、知流町や衣町まで見渡しても、劇場といえば、知流劇場、衣劇場、若林座の三館しかなかったのである。 太平洋戦争中には空襲に備えるための防空劇を上演したこともあった。創業者の中野と一は1951年に死去した。なお、1955年には隣接する上里村に上野劇場が開館している。戦後の若林座はテレビが普及するまでは活況を呈したが、観客数は1955年をピークに減少に展示。 1958年には日本全体の映画観客数も減少に転じた。1959年9月26日の伊勢湾台風で建物が被害を受けたため若林座はそのまま閉館となった。1956年に調整を施行した高岡町は1965年に豊田市に編入合併された。2003年時点で 若林座の跡地には創業者一家と所有するアパートが建っている。2004年1月には中野東一の孫である中野木は男が若林座の備品や芝居道具など110点以上を豊田市に寄贈した。中野木は男からの寄贈を受けて2004年から3月には豊田志望の手会館であの頃の娯楽歌舞伎、芝居、同曲、映画と題した 若林座の開古展が開催された。寄贈物には、映画ポスター、小道具のサンドカサ、網傘、カッパ、背景用の雪景色の幕、素人演芸大会の旗、宣伝用うちわ、下足札などがある。二千十七年時点で、若林座の跡地は空地となっている。二千十八年三月十七日から三月二十八日には、豊田市高岡コミュニティセンターで、 もう一度見たい若林座と題した開古展が開催され、当時の芝居の小道具や映画のポスターなど約20点が展示されたほか、中野木は男が制作した若林座の1、50模型も展示された。ありがとうございます。